別に僕は双葉ちゃんを見てたわけじゃ。本当にわかってる？
悪くはないけど、ちょっと意外だな。なんでって、しのぶは頭いいからさ、いつもうちで勉強してんのかと思った。よく言うよな。でも、しのぶが言うと本当にそんな気がするぜ。全然冗談に聞こえないぞ。ノブはオイラと比べたらすげえ頭いいからな。うん、いや努力しても無駄だしさ。あれ行っちゃうの？暇ならなんかして遊ぼうぜ。そっか、オイラ大抵この辺をうろついてるからさ、用があるならいつでも来いよな。なんて奇遇だね。どう？もう学園には慣れたかい？院長か。彼女はいい人だからな。そして何より美しい。僕が？どうして僕が院長を？美しいから美しいと言ったまでさ。そもそも女性はみんな美しい。弥生？もちろん可愛いさ。あのはにかんだ笑顔、眩しいね。夏休みをどう過ごすつもりだい？友達もいなくて一人っきりなんて悲しすぎだよ。愕然としてるようだね。まあ何か困ったことがあったら僕に相談したまえ。それじゃ失礼するよ。友達も少ないから今日はうちに呼んだの。失礼ね。私は生まれつき親切優しいのよ。私
私好きな相手に親切にもできないような人間じゃないからね。しのぶちゃんたちだってそうじゃない。まあそうだけど、人間何が起こるかわからないものじゃない。この時間ならみずきだわ。私寝てきますね。お邪魔させてもらうよ。ごめんね、こんな時間に。あ、ごめんなさい。お邪魔します。よう、邪魔するぜ。こんばんは、タカ。なんだか一気に賑やかになったわね。探検とか行って隅々まで見て回ってるわ。
ってば。恥ずかしいやつらね。りんちゃんも見て回りたかったら行ってくれば。僕は別に。遠慮しなくていいのに。あとは弥生ちゃんと。はい、今後ともよろしくお願いします。双葉ちゃんね。はい、よろしくお願いします。うん、私は美琴、しのぶちゃんの姉よ。まあ何か困ったことがあったらまとめて面倒見るわよ。しのぶちゃんのお友達ってことは私の友達ってことだから。ふふ、高山くん、しっかりしたお姉さんがいていいわね。かっこいい。なんかやけに突っかかるのね。恥ずかしがってるのよ。書いてないなら見られたって問題ないじゃない。はいはい、おとなしく見せなさいって。
のぶちゃんも真面目にお願いしてるじゃない。時間だし、お開きにしましょうか。